本当にね、今日は15度大きく超えて、かなりですね春を感じる陽気になっているところが多くなっておりますので、だいぶね季節の変化を感じられたんじゃないかなと思います。ここからは明日のお天気をウェザーニュースアップデートでお伝えしていきます。大変失礼いたしました。ちょっと今息が合わずにですね喋ろうって思ったらですねちょっと今合図が合いませんでした。ここですね同時に、生放送をお届けしつつ収録も行っていますので、もう一回やらせてください。北海道から順番に各地のお天気をお伝えしていきます。北海道のウェザーニュースアップデートです。明日のお天気を見ていきましょう。太平洋側はにわか雨の可能性があり、その他の地域は雪や雨の降ることがあります。外出の際は傘があると安心です。